光秀が謀反を起こし、信長が本能寺で討たれた。この驚くべき報を秀吉は毛利攻めの陣中で聞いた。戦後秀吉は毛利家との休戦交渉をまとめると、全軍を率いて中国大返しを敢行、京を目指した。常識破りの速さで進軍する羽柴軍は、その途上で摂周辺の織田勢も加え戦力を増強。信長の仇討ちを叫びつつ京へと進み、ついに山崎の地で明智軍と激突した。山崎の戦い。秀吉様、中川殿ら援軍が合流いたしました。どこまで彼らを信用してよいものかは分かりませんが、備中からの行軍で疲弊した我らの兵のみで戦うよりは良いでしょう。ともあれ我らは、ああ、やるしかない。ついに決戦の時だ。この戦いに勝利してオイラは夢を叶えねえと。夢ですか？それはつまり。決まってる。天下人になって誰も悲しまねえよう作ることだ。半兵衛は出会ったあの日からずっとオイラの夢を一緒に抱えてついてきてくれた。カズージ、神兵衛、それに他のみんなもだ。信じてついてきてくれたその思いに必ず報いねえとな。主、もちろん光秀にだって譲れねえ思いがあるはずだ。信長様を討ってまで成したいことがな。だがそんなのオイラの知ったことか。よっしゃ、行くぞ。この戦、勝つのは羽柴秀吉だ。一丁手柄を立ててくるか。主の手駒となりましょう。信長様の敵、光秀を許すな。必ず討ち取るぞ。中央砦の守りは味方に任せよう。我らは南より溶かし昇竜寺城を目指す。敵は所詮無謀の衆、皆恐れずに進むのだ。本陣は必ず守り抜いてみせよう。これ以上進ませるかよ。中川と山麓の砦を抑えるぞ。猿の子飼いに指図されるとは、我らが猿と対等であると分からせねばな。行くぞ、どんどん。
これで川を渡れるな。中央砦を守る兵らは疲弊しているようだ。今あの砦を落とせば敵本陣への道も開けよう。炎明寺川を渡り中央砦を攻め立てよ。砦を制圧し敵本陣へとなだれ込むのだ。打ち死に。さあかかってこい。鬱陶しい奴らだ。打ち死に。カズージの動き、まさに電光石火だ。バカな、遅れを取るだと。打ち死に。合点承知。打ち死に。ほらよ、次だ。つかめた。これ以上は探れぬか。えい、覚悟。やっぱり動きを探られてたか。情報を持ち帰らせてたまるかよ。この勢いに乗じて我らが天王山を制圧するのだ。みんな怒涛のごとく攻め立てよ。おいら出番だ。承知。明智の力を知らしめるのだ。おい、待て。よっ、くそ、砦を落とされちまった。まずいな、明智の気迫に味方がすっかり飲まれちまってる。明智の神、承知。軍を許すな。ここで止めるぞ。開門。やっほー。打ち死に。どりゃどりゃどりゃ。こんにゃろめ。やっちまうぞ。よっ、手柄はもらった。どりゃー。どっ、へっ、よっ、へっ、へっ、よっ、へっ、どっ、へっ、ほい、よっ、ほっ、うらうらうら。敵将、オイラが討ち取った。悔しいが、ここまでか。おお、やりましたね。よし、これで進軍が知られることはないはずだ。打ち死に。合点承知。哀れ、敵将仕留めた。力及ばずか。次だ。鉄砲兵か。承知、承知。構わず進めば鉛に貫かれるのがオチだろうな。やっちまうぞ。手柄はもらった。いやー、どんどん行くぞ、どんどん。どっ、やっほー。よっ、どりゃ、向こう一つ
いただきだ。みんな、奴らの勢いに飲まれるなよ。一度でも諦めたら勝機はつかめねえぞ。しく、星豆、折り返したか。開門。打ち尻。どんなもんで。勝手承知。八の巣だ。鬱陶しい奴らだ。打ち尻。おいらの出番。承知承知。よっ、そりゃ、おりゃ、よっ。おう、やるではないか。悔しいが、ここまでか。うらうら。よっ、よっ。まだ終われぬ。殿の大願を果たすためにもここは下がらねば。足場は勢いを取り戻したのか。一度引き体勢を立て直そう。開門。奴らは城へ下がるようだ。よし、この勢いで追い打ちをかけてやれ。ヤッホー。橋場合点承知。赤が城一つ落とすのにどれほど手こずれば気が済むのだ。まさか我らを戦線から外し功を独占する腹積もりか。なんと高揚かな。上流事情は我らが守り抜く。敵将承知しとめた。かなう相手ではなかったか。見事だな。このまま秀吉に利用されるだけでよいのか。我らと共に新たな天下を築こうぞ。猿に手よく使われるのはもうごめんだ。我らはこれより明智につく。合点承知。造作もねえな。これで城の守りは薄くなったろ。鉄砲隊がやられたか。乗れ。
将仕留めた。打ち死に、オイラの出番だ。承知。おお、やるではないか。合点承知。エイモン。この明智十兵衛を邪魔立てする者は誰であろうと切り捨てる。合点承知。残念だったな。合点承知。光秀さんはここにいねえよ。美月、お前は殿の元へ行け。このままそれがしに任せるのだ。ああ、分かった。あとは頼んだからな、俊光。貴様らはそれがしがうがとう。よくやった美月。合点承知。俊光、おかげで天王山は無事我らの手に落ちた。今こそ好機だ。ほらよ、全軍敵本陣めがけて進め。くそ、上流事情はおとりってことかよ。光秀のやつに一杯食わされたか。天王山が奪われただと。まさか中川殿らが手を引いて。本陣に到達されるわけにはいかない。急ぎ敵を倒すのだ。と、合点承知。殿の対岸の邪魔立てはさせぬ。この地で果てよ。これ以上足を取られるわけにはいかねえ。さっさとこの場を切り抜けるぞ。急げ。もはや我らは羽柴とは歩める。かくなる上はごめん。主のために蜂の巣だ。お前はここで始末する。ならばそれがしは殿がため貴様を穿ち抜くまでよ。急げ。ほらよ。殿、どうか悔いなき。承知。選択を。打ち死に。やっちまうぞ。俊光、お前の覚悟痛いくらい伝わったよ。開門。集中集中。よっ、ほっ、よっ、行くぞ。手柄はもらった。俊光、お前の覚悟無駄にはしない。なんとか劣勢を覆さねえとな。どんなもんでい。神代古兵を使って何かできねえか。承知。実勢を読み違えたか。敵将、おいらが討ち取った。あっぱれ。我らも続き討ち死に。ほい、討ち死に。ほい、これで本陣の安全はしばし守られよう。攻めきれなかったか。そうだ、神代湖の音で増援の退去到来を予想打ってのはどうだ。北は敵の守りも薄そうだ。よし、神代湖兵を呼び北から天王山へ向かうぞ。
承知。敵将、オイラが討ち取った。耐えきれ、引かせてもらう。なんと目覚ましきご活躍、助太刀。承知、感謝します。まずは砦を制圧しねえとな。承知。この音は味方か。よし、我々も天王山を攻め進むぞ。光秀さんは俺が守る。この気配は。承知。さすがに見過ごすわけにはいかねえか。いまだ地の利は俺たちにある。千葉勢を迎え撃つぞ。行くぞ。承知。手柄はもらった。おいらこそ天下無双の秀吉様でい。来たな、カズージ。悪いな、今回ばかりは俺も容赦しねえぞ。言ってろバカが。始末は俺がつけてやる。討ち死に。貴様の追いつき、お前が光秀についてどうするよ。あいつはお前の親父を倒した仇だぞ。俺は親父に託されたんだよ。光秀さんと共に乱世を見届けろってな。俺はこの乱世を見届ける。親父の願いは俺の使命だ。俺のため散っていった者のためにも乱世はここで終わらせねばな。新たな天下を作る。よっしゃ、やってやるぞ。主の邪魔はさせねえ。光秀、お前はそこで寝てろ。お前の考えなんて関係ねえ。信長様の仇を討って天下をつかめ。ただそれだけだ。やってみろ秀吉。お前にそれだけの器があるならな。主のため、ガイナス敵を仕留めるのみ。ド
するぞ。承知。打ち死に。力はもらった。よし。そこまでして天下が欲しいか。その覚悟を俺に見せてみろ。おいらにも作りたい未来があるんでね。ここで立ち止まるわけにはいかねえんだよ。やっちまうぞ。あと一歩及ばなかったようだ。くそ、こんなところで。貴様の器、天下には届かぬようだ。ここまでか。秀吉様。主。勝ってもこのざまだ。ありがとな、お前たち。秀吉様、大将首を。もういい。秀吉様。死ぬな。しっかりしろよ、光秀さん。あんたはまっすぐすぎるんだ、昔からな。信長様の仇討ちはなった。引き上げるぞ。天下も左文字もすべてこの羽柴秀吉が手に入れる。